こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。今回は割とワイルドな企画でして、チェーンを3台一気に変えてしまおうっていう企画でございます。なぜ3台も同時に変える気になったかというと、3台ともちょっと不安要素があるんですね。で、実は私、メンテの動画とかを特集しつつも、チェーンに関してはちょっと走行距離がそんなに伸びてないっていう事実に甘えまして、チェーンの交換ってそんなに頻繁にやってなかったんですよね。で、いろいろ振り返ってみると、これが一番健全ですね。デュラエースの CN901 がついてるんですけれども、これが変えたのが約1年半前で、こちらアイカのフレームにセンサーっていう12速がついてるんですけれども、12速のチェーンって昔高くてですね、なかなか買えなくて、で買えたのが2年以上前ですね。すいません。はい、それでこちら、これ割とよく使う自転車なんですけども、1号さんは内装3段変速なので、チェーン自体は1速です。ですから割と頑丈な分厚いチェーンが使われてるんですけれども、これも買えたのが2年以上前ということで、なんかこう、これらの3台、この間のトレックドマーネのようにチェーンが切れてしまうかなっていう一抹の不安要素があったんです。そこで今回、チェーンを変えるっていうことに関してはそんなに重作業じゃないんですね。で、特に新しくチェーンを掛け替えるとかコンポ変えるっていうわけじゃなくて、チェーンの単純交換っていう場合にはお手本のチェーンの長さがありますんでね。ですんで、現状のチェーンの長さで問題がない場合はお手本に合わせればいいんで、コマ数の計算とかいらないわけなんですよね。ですから3台一気に変えてしまおうっていうことで、これから作業に入ってまいります。それでチェーンの目安ですけれども、5000キロ走ったらとか、あと錆が浮いてきたらだとか、そもそも1年以上経ったらみたいな、そういった基準はあります。で、厳しくすれば厳しくするほど私はいいと思います。あと明確な基準として、チェーンが伸びてしまったらということで、チェーンチェッカーっていうものがあるんですね。これがチェーンチェッカーです。で、これはバイクハンドのものなんですけれども、ゲージとして 0.75 と 1.0、要は伸び率の話でして、0.75 が入ってしまったら取り替え時期でしょうと、1.0 が入ってしまったらもう即座に取り替えですっていう、そんな基準です。で、このデュアルエースのチェーン、5号さんについてるやつですけれども、まずはこれでやってみましょう。0.75 が入りません。ということは当然ながら 1.0 でも入るはずがないんですね。ということで、チェーンの伸びという基準においてはこのチェーンはまだいいんですけれども、1年半経ったということで今回取り替えをします。はい、こちらがセンサーというコンポーネントについてきた YBN というブランドの12速のチェーンです。見た感じすいません、メンテナンスが悪くてですね、これだけベランダの軒下保管ということで屋外保管なんですよね。雨ざらしにはなってないんですけど、そのせいかチェーンサビサビですね。ちょっとこの辺は愛情が足りないというふうに反省しております。で、伸びの状況を見てみますと、こちらのゲージで 0.75 でまず測ってみますと、入るかどうかっていう感じですかね。完全にはスポッて入らないので 0.75 はいかないですね。で、1のゲージではやはり入りません。ということで、伸びという意味ではちょうどそろそろ交換時期というようなチェーンです。ところが、もともと2年以上経ってるということと、こんなサビだったら変えてあげるべきっていうことで変えます。はい、次がこちら、私が最近は最も頻繁に使ってるであろう自転車、小径折りたたみ自転車の1号です。これには KMC の1速用のチェーンがついています。で、これちょっと測るのが怖いんですけどね、だいぶ伸びてるだろうなっていうか、酷使してるのでっていうことで気になってたんですよね。ではちょっとやってみましょう。 0.75 ですね。すっぽり入ってしまいます。ということで次 1.0、 これもうほとんどすぐにでも変えないとっていう感じですね。末期です。で、1速のチェーンで割とプレートだとかチェーンの幅自体が広くて頑丈なので、なんとか持ちこたえてますけど、このチェーン使い続けるとスプロケだとかクランクの刃に非常に悪い影響を与えます。そもそもこんな状態であればいつチェーンが切れてもおかしくないってことで、今回はまとめて取り替えてしまいます。それでは1号のチェーンからまず外していきます。
このイチゴのチェーンはミッシングリンクというわけじゃなくて、こういった特殊リンクでつなぐようになってます。このプレートを外してしまえばいいわけです。こうやってで持ってガードプレートが外れれば、プレートが1枚ずつこうやって取れるようになってますんでね。はい、これで取れました。で、あとはチェーンをこうやって引き抜いてしまえば OK です。はい、では次12足のチェーンを移ります。はい、次は私のサンゴさんの12足のチェーンです。このチェーンはミッシングリンクでつながってます。ミッシングリンクここにありますんで、それを見つけたらチェーンが一気に外れないようにこうやってチェーンフックかけてあげます。それで外すのはこちらですね、ミッシングリンクリムーバー。これでこういうふうにつまんであげれば取れます。はい、であとはチェーンが暴れないようにゆっくり引き抜く。はい、終わりです。はい、今度は5号さんですね。5号さんの11足のチェーンを取ります。同じようにリンクでつながってるんですけど、シマノの場合は名前としてはミッシングリンクじゃなくてクイックリンクですね。はい、こちらです。作業は全く同じ。こうやってキープしてあげて、でミッシングリンクリムーバー、これで寄せてあげる。はい、これで OK ですね。で、あとはゆっくりとチェーンを引き抜いてあげれば OK。 はい、取り外しは3台とも完了です。これからちょっとチェーン並べて新しいチェーン作っていきましょう。さて、11足のチェーンからいきますね。で、11足のチェーンは奮発しまして KMC の X11SL、 おそらくこれデュアルアイエスよりも軽い、言ってみればデュアルアイエスよりもいいチェーンだと思いますね。で、これはちょっと重量も軽量化できるんじゃないかなっていう気がしてます。で、楽なのはですね、長さを計算する必要ないんですよね。で、こうやって並べてしまえばいい。こうやってで、同じ長さのチェーンを作ればいいんですね。はい、ですからここで切ればいいってことですね。で、並べてみると分かるんですけど、ほとんど長さは変わらないですね。伸びてないってことになります。念のため途中がずれてないかっていうのを確認した上で、ここで切ればいいってことになりますんで、ここを切ります。で、切り方なんですけれども、ともかくピンを垂直に真ん中に合わせて、あとはゆっくりとねじってピンを押し出していきます。で、再接合しないですから、ピンは全部最後まで押し出しちゃっていいってことですね。それでこれを抜いて、あとは、はい、これで出来上がりです。じゃあ次、今度は12足のチェーンの長さを出していきましょう。それでは12足です。12足の KMC チェーンですけれども、まあ要は中空構造になってない分、これはスタンダードバージョンですね。おそらく値段は先ほどの 11SL よりか安かったと思います。はい、で長さを合わせていきます。うん、はい、ご覧いただけると分かると思うんですけど、この切るべき位置、ここの位置でだいたい5ミリぐらい古い方のチェーンが伸びてますね。一応確認して、切
切る位置を決めますと、ここですね、こことここの差があるんですけど、5ミリぐらい、3ミリぐらいかな、伸びてるってことが分かります。では12足のチェーンも作ってしまいます。で、同じようにチェーンピンを押し出して切っていきます。はい、出ましたね。はい、じゃあ12足のチェーンもできました。で、次ラスト1足のチェーンを作ります。では1足のチェーンなんですけど、Amazon で FNC っていうのがあったので、これ購入してみました。そんなに悪くなさそうですし、なんか KNC はなんかリンクの形状が変わったっていうような噂があってですね、まあ、同じ景色がいいなってことで、この今回 FNC っていう1足チェーンを買ってみました。で、これ合わせてみます。で、そうすると、ここからここまで、ははえ、相当違うんだよね。相当違いますよね。はい。で、切るべきところってガーッとリンクを対応させていくとここなんですよ。ここ。ところが今のチェーンの先っぽってここですね。1センチ以上伸びてるかな。うん。ということで、本当に対応してるかな。このぐらい伸びるとなんか本当に確認しないと、なんか一リンク間違えて切っちゃいそうで嫌ですね。こうか。うん、だいたい1センチ弱伸びてますよね。はい、ここですね。はい、切っていきます。ん、あ、違う、ん、こうか、こうして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 、あ、ここか、本当か、うん、ここだ。はい、ここですね。はい、ちょっと危うく間違えそうになりました。ではここで切っていきます。はい、一足チェーンもできました。ではせっかくなので、チェーンの重さ3種類測り直してみましょう。それでは一番気になる11足デュラエスチェーンは 237g。 はい、それでこちらの KMC-X12SL 225、はい、12g 軽いですね。優秀です。じゃあ次は12足チェーンいきます。で、古いやつ YBN のが 224g。 それで KMC12 足、239。あ、ということはちょっと重くなったって感じですね、こっちの方がね、12足は。じゃあ次、最後1足の重量を測ってみましょう。はい、 KMC の1足のチェーンの重量ですが 291g。 それに対して新しい FNC かな、チェーンは278。おお、 10g 以上軽いですね。優秀です。ではこれ取り付けていきます。
それでは11足チェーンをつけていきます。でチェーンには裏表があるんですけども、このチェーン見たところ裏表なさそうですね。裏表がある場合は刻印が表の方にします。それではあとはチェーンフックをかけて、で添付しているミッシングリンクつけます。でミッシングリンクも走行方向の指定があったりするようなものもあるんですけど、これはなさそうですね。ということはどっち側からはめても良さそうだということです。はまったかな。ちょっと硬いので、タイヤを設置させてちょっとその踏み込んではめます。でその作業を割愛します。でシマノのミッシングリンクプライヤーだと、その握る時に広げるっていう口もあるので、それだと楽なんですけどね、これだとちょっと力が入りづらくて難しいです。ということでどうするかっていうと、タイヤを設置させて足で踏み込んではめます。その作業を割愛します。はい、問題なくはまりました。ここです。でせっかくなんで変速状況を見ていきましょう。でこれはシマノの DI2 です。はい、うん、問題ないですね。はい、いや、はい、これで安心して乗れます。で次12速いきます。それでは12速をかけていきます。12速のチェーンもどうやら裏表はなさそうですね。はい、通りました。うん、それでミッシングリンクで12速のミッシングリンクも走行方向の指定はなさそうですね。はい、なので普通に取り付けていきます。で片方だけはまってないように十分注意しましょう。片方だけはまってないともう悲惨なことになります。
で、おそらくこれも硬いんだと思うんですよね。ということで踏み込んではめることにします。はい、 OK です。はまりました。で、変速はどうかな。あ、問題ないですね。 OK です。じゃあ最後1号さんいきます。それでは最後1号さんです。で、確認したところ1号さんのチェーンも裏表はないようでした。同じでしたね。はい、ああそうか、あれですね、チェーンが伸びてしまったのに車軸を合わせてしまったので、このままだと入らないですね。なので車軸をもうちょっと詰めます。はい、車軸をちょっと緩めまして、ようやくリンクが入るぐらいまで持ってきました。はい、それだけ今までのチェーンが緩んでたっていうか、それだけ今までのチェーンが伸びてたっていうことですね。これでプレート入れまして、これでロックプレートを入れます。よし、これではまりました。はい、あとは車軸を戻して元通りにすれば OK です。はい、3台のチェーンの交換が無事に終わりました。これで気になっていたタスクが終わって安心して走ることができます。で、ご覧に入れた通りチェーンの交換ってそんなに難しいもんじゃありません。で、一番難しかったのはこちらですね。1号さんのチェーン交換は車軸を外さなきゃいけなかったので一番手間がかかりました。チェーンカッターがあれば交換って割とたやすいものですから、皆さんもチェーン交換やってみたらいかがでしょうか。今回最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。